井上文雄、1883年12月25日から1919 19年3月5日は、日本の海軍軍人。海軍航空創造機の搭乗員の一人で、第一次世界大戦において、日本初の航空作戦に参戦し、後に殉職した。最終階級は、海軍中佐。決命団指導者の井上日将は弟。第一次世界大戦時における、 若宮丸所属のファルマン水蒸気群馬県氏族の出身である海軍兵学校33期同期生に豊田添江豊田定次郎、中村亀三郎らがいる1906年12月少位任官初級士官時代の音は三笠の陸くなどを経て大位進級後の1912年10月に航空術研究員を命じられる 金子ヨゾうらの海軍初飛行が行われる1月前のことであった。井上や足立東ずまサブローラ4名の操縦練習将校1期生は金子らから操縦技術を学んだ。翌年5月、井上は航空術研究委員会委員長の山地和義らと共に欧州出張を命じられた。この際の山地の報告書は短所についた海軍航空会を啓発するものであった。 井上は二国で新式単葉水蒸気の訓練を受ける。1914年には第一次世界大戦が勃発し、日本海軍は沈田を攻略戦に航空部隊の投入を決定した。海軍航空創設2年半での実戦であり、帰国直後の井上は航空機母艦、若宮丸乗組として出征し、和田秀穂が操縦する機の偵察員として出撃している。 戦後は日本海軍初の航空隊である横須賀海軍航空隊で飛行機隊長や同協間、会場では初代の艦隊航空隊飛行機隊長、秋、金剛分隊長などを歴任した。1917年12月に詳細昇進し横須賀海軍航空隊飛行機隊長に捕食された。翌年3月静岡県三保ヶ関沖,沖で爆弾投下訓練中に 機体故障により、蒸気が墜落し、同乗者、山内三郎中尉と共に殉職。少佐進級から3ヶ月弱であったが、中佐に特進した。日本海軍は、山本英康家の権限に基づき登場員の要請を、はじめ、愛原志郎、金子洋造、河野三吉、山田忠春らが最初期の登場員である。これに次ぐのが、 井上ら操縦練習将校1期生4名であり、飛行機搭乗員の募集に応じたものであった。練習2期生に、和田秀穂、3期生に、飯倉定ラ映像、馬越式七、竹部高浦がいる。航空部隊指揮官は、山内志郎で隊の士官は17名、総勢87名、若宮丸搭載機数は、常用に、補い用にである。当時は爆撃症準機がなく、 爆撃は幼稚なものであったが、偵察では、エムデンの陳太夫不在を確認するなどの実績を挙げ、航空部隊の有効性は、海軍中央で認められた。部隊に対し、青島攻略船の海軍が和式機関であった、加藤貞吉は感情を授与している。後に、血命団事件の首謀者として知られることとなる、日章は、文夫の弟であり、文夫は、日章の学費を援助していた。 杉本健は日章が、藤井一氏小垣吉ら海軍航空将校とのつながりを深めた理由に、文雄への死母があったと指摘し、高橋正恵も、文雄の事故死が日章と海軍の結びつきの契機であったと指摘している。なお新兵隊事件に関わる山口三郎は、文雄の教え子であった。33山地大佐外三名欧米出張の件第一に 7号飛行機沈騰偵察攻撃報告、ロノ51号、航空遭難。2012年8月13日閲覧。ありがとうございます。